ヨークタウン方面作戦は、アメリカ独立戦争中の1781年10月に、戦争全体の行く末を決するヨークタウン包囲戦に、凝縮されることになった一連の軍事行動と、戦闘のことである。この作戦の結果イギリス軍のチャールズ・コーン・ウォリス将軍が降伏し、その結果本格的な和平交渉が始まり、最終的には終戦に結びついた。 この作戦は、イギリス軍指導層の不一致、決断力のなさを呼び、意思の疎通にかけたことが特徴であり、またフランスアメリカ連合軍においては命令違反の場合にも、協調的な決断が下されたことが特徴である。この作戦には、イギリスとフランスの陸海軍を呼び、アメリカの陸軍が関わった。イギリス軍は1781年1月から4月にかけて、 バージニアに派遣され、5月には南部諸州で拡大された戦線から北上してきたコーンウォリス軍と合流した。当初これらに対抗するのはバージニアの民兵隊のみであり、イギリス軍に歯が立たなかったが、ジョージ・ワシントンはまずラファイエット、続いてアンソニー・ウェインに大陸軍をつけて南部に派遣し、イギリス軍が引き起こしていた襲撃や経済破壊に対抗させた。しかし、 これら大陸軍部隊は合流したイギリス軍部隊に対抗するには数の上で不十分だった。この時点でイギリス軍北たアメリカ総司令官ヘンリー・クリントンから一連の混乱させられるような命令が届き、コーン・オリスは7月にヨークタウンに移動して当面向き合っていた敵陸軍に対しては強力な防御陣地を構築した。 ただし、海軍による封鎖や包囲に対しては脆弱だった。北アメリカと西インド諸島のイギリス海軍部隊は、フランスとスペインの海軍を合わせた戦力より弱く、イギリス海軍指揮官による重要な判断と戦術的誤りが犯された後、フランソワ・ド・グラステ督クが率いるフランス艦隊は、チェサピーク湾の支配権を獲得し、コーン・ウォリス軍が、 海からの支援を受けられないようにした上に、陸上に包囲船を宿部隊を送り届けた。イギリス海軍は、この支配権を奪おうとしたが、9月5日に行われた、重要なチェサピーク湾の海戦で、トマス・グレーブス提督の艦隊が敗れた。ニューヨーク市郊外に集結した、アメリカ、フランス両地区軍は8月下旬に、南部への移動を始め、9月半ばにはヨークタウン、近くに到着した。 その動きに関しては、偽装を行っていたことで、クリントンが、コーン・ウォリスに援軍を送るタイミングを遅らせることが、できた。ヨークタウン包囲戦は9月28日に始まった。おそらく包囲を短くさせる手段として、コーン・ウォリスは、外閣部の防御の一部を放棄し、包囲する側はその保類の二つに殺到した。コーン・ウォリスは、自軍の位置づけが耐え難いものになっていることが、 明らかになった時、10月17日に交渉を始め、その2日後に降伏した。この知らせがロンドンに届くと、フレデリック・ノース政権が失脚し、これを継いだ、ロッキンガム政権が和平交渉に入った。これが、最終的に1783年のパリ条約となり、国王ジョージ3世は、アメリカ合衆国の独立を認めた。 クリントンとコーン・ウォリスはこの作戦における各自の役割を弁護するために公開論争に突入しイギリス海軍の指揮官層もこの敗北につながった海軍の欠点について論じた。1780年12月までにアメリカ独立戦争の北アメリカ戦域は重要な時点に到達していた。大陸軍はこの年早くに大敗を喫していた。南部では チャールストン氏疾患とキャムデンの戦いの敗北で大陸軍の南部部隊は敵軍に捕らえられるか散開するかしていた北部ではジョージ・ワシントン軍とイギリス軍北、たアメリカ総司令官ヘンリー・クリントンの軍がニューヨーク市周辺で睨み合いを続けていたアメリカの通貨は事実上無価値であり海戦からおよそ6年間を経て大衆の支持はすぼまり軍隊は その給与と待遇について苦情を言うようになっていた。アメリカ側にとって好都合だったのは南部で母兵していたロイヤリストが10月のキングスマウンテンの戦いで大きな敗北を喫しその活動が途絶えたことだった。バージニアは1779年以前は軍事的な注目を浴びていなかった。この年イギリス軍の襲撃によって造船所の多くが破壊され、 重要な貿易品目であるタバコが大量に奪われるか廃却された。バージニアの防御力といえば地元で結成された民兵隊と1779年の襲撃で実質的に一掃された小さな海軍があるのみだった。民兵隊は大陸軍の将軍ストイベン男爵の全体指揮下にあった。ストイベンはプロイセン出身の怒りっぽい。 職業軍人であり、軍隊の訓練に優れた手腕を発揮したが、部下と疎遠になっているだけでなく、バージニア国に知事のトーマス・ジェファーソンとも、難しい関係にあった。ストイベンは、大陸軍の新兵のために、バージニアのチェスターフィールドに訓練所を設立し、また、武器弾薬の製造と修理のために、ウエストハムに工場を建設していた。 フランス軍の作戦参謀は1781年の作戦について競合する需要の並行を取る必要があった。アメリカ軍との共同作戦でいくつか失敗した後、北、アメリカではさらに積極的な介入が必要ということを認識していた。しかし、スペインとの共同作戦も考慮する必要があり、ジャマイカにある。 イギリス軍の強固な基地を襲うことに興味を示していた。しかし、スペインは包囲しているジブラルタルの防衛軍をイギリス軍が補強しようとしていることに対処できるまではジャマイカに対する作戦に興味を持っていないことがわかり、単に西インド諸島の艦隊の動きを知らせてくれることを望んでいるだけだった。ドグラス伯爵フランス艦隊が1781年3月に フランスのブレストを出港しようとしているとき、いくつかの重要な決断が下された。ド・グラス・伯爵が率いる西インド諸島艦隊は、ウィンドアード諸島で作戦行動を行った後、スペインの作戦を支援するために求められる資源を決定するためにキャップフランセに行くよう指示された。フランスは輸送船が不足していたために、アメリカには援軍を送る代わりに、 アメリカの戦争遂行を支援するための600万、リーブルを送ることも約束していた。ロードアイランドのニューポートにいたフランス艦隊には、新しい指揮官として、ド・バラス伯爵が指名された。ド・バラス伯爵は、ニューポートの艦隊を率いて、ノバスコシアやニューファンドランド島沖のイギリス船舶を攻撃するよう命じられ、ニューポートのフランス陸軍は、 ニューヨーク市郊外で、ワシントン将軍の軍隊と合流するよう命じられた。ド・グラス伯爵は、ワシントン将軍とは、完全に行動を共にしないように配慮し、キャップ・フランセで停泊した後に、北、アメリカにおける、アメリカ軍の作戦を支援するよう指示されていた。フランス軍の将軍ロシャンボー伯爵は、ド・グラス伯爵が支援できる、かもしれないが約束はできないと、 ワシントンに告げるよう指示されていた。ワシントンはパリに駐在するジョン・ローレンスからド・グラス・伯爵が北へ向かう裁量権を持っていると知らされていた。フランス艦隊は3月22日にブレストを出港した。イギリス艦隊はジブラルタル防衛軍に物資を補給することで追われており、その出港を阻止しようとはしなかった。フランス艦隊が出港した後、 貨物船のコンコルドがニューポートに向かい、ド・バラス伯爵、ロシャンボー伯爵への伝言及び貸し付金600万、リーブルを運んだ。ド・グラス伯爵はその後に送った、別々の伝言で、二つの重要な要請をしていた。一つ目は、キャップ・フランセで、北アメリカの情勢を知らされることであり、それで、北アメリカの作戦を、どのように支援できるかを判断するためだった。 二つ目は北アメリカの水域を地質した水先人30人を補充することだった。ヘンリー・クリントン将軍、クリントン将軍は来るべき1781年の作戦シーズンのためにその年の初期には何を目標とすべきか明確なビジョンを打ち出すことはなかった。その問題の一部は同じニューヨークにいる海軍指揮官で老齢のマリオット・アーバス・ノット。 海軍中将との人間関係が難しいことだった。二人とも頑固であり、怒りっぽく、棘のある性格だった。衝突が繰り返されたために、その関係は最悪の状態だった。1780年秋、クリントンは自身あるいは、アーバスモットのどちらかが、本国に呼び戻されることを要請した。 しかし、アーバスノット解任の命令が届いたのは1781年6月になってからだった。歴史家のジョージ・ビリアスによれば、その時点まで、二人は単独で行動できず、共同で行動しようともしなかったと記している。アーバスノットは、トマス・グレーブス教と交代し、クリントンは、グレーブスとはいくらかマシな関係を築いた。アメリカ合衆国南部における、 イギリス軍は強固に要塞化したサバンナとチャールストンの港およびジョージアとサウスカロライナの内陸部に築いた一連の前進基地で構成されていた。その前進基地の中で最強のものはパトリオット民兵の攻撃からも比較的安泰であり、パトリオット民兵はその地域内小さな前進基地、さらに物資輸送隊や伝令を標的にする。 型通りの抵抗をするだけだった。それらの活動は、トマス・サムターや、フランシス・マリオン島民兵指揮官に引きられていた。バージニアのポーツマスは1780年10月に、イギリス軍、アレクサンダー・レスリー少将が指揮する部隊によって、占領され、一番新しい前進基地だったが、南部の全体指揮を取るチャールズ・コーン・ウォリス中将は11月に、その部隊に、 サウスカロライナに来るよう命令を出していた。12月下旬ポーツマスにいるレスリー将軍の後を埋めるためにクリントンはアーノルド将軍に1600名をつけてバージニアに派遣した。ベネディクト・アーノルドは1780年秋にアメリカからイギリス軍に寝返った後順位の任官を受けたばかりだった。ベネディクト・アーノルドはアーノルド将軍とその部隊を運んだ。 艦隊の一部は12月30日にチェサピーク湾に到着した。アーノルドは残り部隊の到着を待たず、ジェームズ川を遡って、1月4日にはウェストオーバーで900名の兵士を上陸させた。アーノルドはその部隊に夜通しの行軍をさせ、翌日バージニアの首都であるリッチモンドを襲撃したが、そこでは民兵の最小の抵抗にあっただけだった。 その地域でさらに2日間襲撃を続けた後に船に戻りポーツマスに向けて出版した。アーノルドはそこに要塞を築き、部隊を送り出して襲撃と食料調達を行わせた。地元では民兵が召集されたが勢力が整わなかったのでイギリス軍には対抗できなかった。襲撃隊が抵抗勢力と衝突することもあり、 1781年3月には、ウォーターズクリークでの小戦闘が発生した。アーノルドが活動しているという知らせが、ジョージ・ワシントンのところに届くと、ワシントンは対応する必要があると判断した。ワシントンは、フランス海軍が、ニューポートの基地から遠征隊を派遣してくれることを望んだが、その提督であるシュバリエで当主は、1月22日に起こった嵐で、 イギリス艦隊の一部に与えられた損傷に関する報告が届くまで援助ができないと言った。2月9日、アルノード・ガルデュール・ド・ティリー海軍大佐がニューポートから3隻の艦船を引いて出版した。この船体が4日後にポーツマスに到着するとアーノルドはフランス艦よりも喫水が浅かったその船舶をエリザベス川を遡って交代させた。そこまでは フランス戦隊が行くことができなかった。ドッティリーは、アーノルドの陣地を攻撃するには、地元の民兵隊が、完全に不十分と判断した後、ニューポートに戻った。その基礎で、ニューヨークのイギリス軍が、ドッティリーの動きを探らせるために派遣していた、フリゲート艦 HMS、ロムルスを捕獲した。ラファイエット大陸会議は2月20日に、 大陸軍の文献隊をバージニアに派遣することを承認した。ワシントンはその遠征隊の指揮官にラファイエットを指名し、ラファイエットは同日にニューヨークのピークスキルを出発した。ラファイエットの部隊は約1200名であり、ニュージャージーとニューイングランド出身の大陸軍連隊から引き抜かれた3個、警風評連隊で構成されていた。これら連隊のそれぞれを ジョセフ・ボーズ、フランシス・バーバー及びジャン・ジョゼフ・スール・バデ・ド・ジマーが、率いた。ラファイエット隊は3月3日に、メリーランドのヘッド・オブ・エルクに到着した。アナポリスで部隊を乗せる、輸送船を待つ間、ラファイエットは南に移動し3月14日に、ヨークタウンに到着して、情勢を吟味した。デトーシュは、ド・ティリーの遠征の結果、及び事態を進展させるために、 ニューポートに来たワシントン将軍に強く勧められたこともあって、より大きな行動に移ることにした。3月8日、デトーシュは全艦隊にフランス陸軍を乗せてバージニアでラファイエット隊と合流すべく出発した。アーバス・ノット・提督はデトーシュの出発を知らされ、アーノルドにフランス軍の動きを警告する伝令を派遣した後、3月10日に出航した。 アーバスノットの銅板走行の艦船は、デトーシュの艦船よりも早く搬送できたので、フランス艦隊よりも早く3月16日に、ケープヘンリーに到着した。それに続いて起こった海戦はほとんど決着がつかなかったが、アーバスノット艦隊は自由に、リンヘイブン湾に入り、チェサピーク湾への航路を支配した。デトーシュ艦隊はニューポートに帰還した。ラファイエットは、 イギリス艦隊を指認し、受けていた命令に従って、部隊をニューヨーク地域に戻す準備を行った。4月初旬までにヘッド・オブ・エルクに戻ったが、ワシントンからバージニアに泊まれという命令を受け取った。マリオット・アーバスノット提督で当主艦隊がニューポートを出て行ったことで、クリントン将軍はアーノルドに援軍を送ることにした。アーバスノット艦隊が出て行った後で、 ウィリアム・フィリップスの指揮で2000名の部隊を輸送船に乗せ、チェサピーク湾に向かわせた。この部隊は3月27日にボーツマスでアーノルド隊と合流した。フィリップスの方がアーノルドより上級将官だったので部隊の指揮を取り、ピーターズバーグやリッチモンドを標的とする襲撃を再開した。この時までにバージニア民兵隊の指揮官だったフォンストイベン。 男爵とピーター・ミューレンバーグは、その部隊が劣勢であったにもかかわらず、部隊の指気を維持するために抵抗しなければならないと感じていた。彼らは、ピーターズバーグに近いブランドフォードに防衛線を構築し、4月25日に統制の取れた戦闘を行ったが敗北した。フォン・ストイベン男爵とミューレンバーグは前進してくる、フィリップスタイを前に交代した。 フィリップスは再度リッチモンドを襲撃できると期待していた。しかし、ラファイエットが一連の強行軍を行い4月29日にリッチモンドに到着した。それはフィリップス隊が到着する数時間前のことだった。チャールズ・コーン・オリス将軍領カロライナにおけるイギリス軍の脅威に対抗するために、ワシントンは部下の中で最良の戦略家の一人である。 ナサニエル・グリーン少将をキャムデンの戦い後に崩壊していたノースカロライナの大陸軍再建のために派遣した。南部のイギリス軍を率いていたコーン・ウォリス将軍はグリーン軍と戦ってカロライナの支配権を得ることを望んだ。グリーンはその少ない軍勢をさらに二つに分けてダニエル・モーガンに一体を任せサウスカロライナのナインティシックスにあったイギリス軍の基地を脅かさせた。 コーンゴリスはバナスタータールトンにモーガンの後を追わせたが1781年1月のカウペンスの戦いでモーガンはタールトンの部隊をほぼ壊滅させその過程でタールトンをもう少しで捕まえるところまで行ったこの戦闘の後でいわゆる弾側への競争と呼ばれてきたものが起こったコーンゴリスは グリーンとモーガンの部隊が再集結する前に二つの部隊を捕まえようとして、これらを追わせた。グリーン隊がうまく段川を渡り、バージニアに入った時、配下の兵士に傾向品の大半を置いてきさせていた、コーン・ウォリスは、追跡を諦めた。しかし、援軍と物資の補給を受けたグリーン軍は、サイド段川を渡り、グリーンズボロに戻って、コーン・ウォリスに戦いを挑んだ。 このギルフォード軍庁舎の戦いで、コーン・ウォリスは勝利したが、グリーンはその勢力を保ったまま交代することができた。イギリス軍はかなりの損失を出していたので、コーン・ウォリスは援軍と物資補給のためにウィルミントンまでの撤退を強いられた。これを見たグリーンは、サウスカロライナとジョージアに進んでその大半の支配権を回復した。 コーン・オリスは命令違反を犯していたが、クリントン将軍からの戦略的な指示もなかったので、この時1400名に過ぎなかった部隊を4月25日にバージニアに進ませる決断をした。これはフィリップスとフォン・ストイベンがブランド・フォードで戦ったのと同じ日だった。フィリップスはディッチモンドでラファイエットに敗北した後、 東に転じてその地域の軍事と経済の標的の破壊を続けた。5月7日、フィリップスは部隊を集結させるためにピーターズバーグに迎えというコーンウォリスからの命令を受け、その3日後にピーターズバーグに到着した。ラファイエットは、そこのイギリス軍陣地を短時間砲撃したが、実際に攻撃を仕掛けるには、自軍の勢力が足りないと考えた。5月13日、 フィリップスが熱病で死亡し、アーノルドが指揮を引き継いだ。アーノルドは特に人望があるわけではなかったので、兵士たちの間に不平が生まれた。この時点で、コーンウォリスの部隊を待ちながら、アーノルドとラファイエットの舞台は、退治を続けた。アーノルドは、ラファイエットとの対話を試みたが、ラファイエットは、ワシントン将軍からアーノルドを捕まえ次第公主刑に、するよう命令されていたので、 アーノルドの書状を開封せずに返却した。コーンウォーリス隊が5月19日にピーターズバーグに到着したので、この時、大陸軍病1000名と民兵2000名で構成されていたラファイエット隊は、リッチモンドまで交代した。その後間もなく、ニューヨークからアンスバッハのフォンドイト大佐が援軍を率いて、イギリス軍に合流し、コーンウォーリス軍は7000名以上になった。 バナスター・タールトン中佐コーンウォリスはアーノルドをニューヨークに戻した後、クリントン将軍からフィリップスに出されていた命令に従って行動した。その指示は防御を施した基地を構築し、バージニアの軍事と経済の標的を襲撃することだった。コーンウォリスはまずラファイエットからの脅威を取り去る必要性があると判断し、ラファイエット隊の追跡に出発した。 ラファイエット隊は明らかに劣勢だったので、急速にフレデリックスバーグにまで交代し、そこの重要な補給走行を守ることにした。フォン・ストイベンは、ポイント・オブ・フォークまで交代し、イギリス軍襲撃前に後方に送っていた物資を集めた。コーン・ウォリスは6月1日にハノーバー軍庁舎に到着し、全軍でラファイエット隊を追うのではなく、 バナスタータールトンとジョン・グレーブス氏向こうのそれぞれに襲撃隊を組織させて派遣した。カウペンスの戦いでそのブリティッシュリージョン隊が激減させられていたタールトンは勝負隊と共に急速にシャーロッツビルに向かいバージニア議会議員数人を捕まえた。ジェファーソン知事も捕まえるところだったがモンティチェロにあるジェファーソンの屋敷でワイン数本を得たことで満足するしかなかった。 シムコウは、ポイントオブフォークに行ってフォン・ストイベンや、物資倉庫を狙った。6月5日、短時間の戦闘でフォン・ストイベンの部隊約1000名は30名の、損失を出したが、物資の大半をもって、川向こうに撤退した。シムコウは、約300名しか率いていなかったので、宿営地では、数多くの火を焚かせてその勢力を大きく見せるように、した。 このことでフォン・ストイベンは、ポイント・オブ・フォークから撤退し、翌日シムコーは残っていた物資を破壊した。一方、ラファイエットは到着の遅れていた援軍が、到着するのを期待していた。アンソニー・ウェイン巡将が率いる、ペンシルベニア大陸軍の数個大隊が2月に、大陸会議からバージニアでの任務を承認されていた。しかし、ウェインは1月に起こった。 軍隊内反乱の後始末をする必要があった。この暴動は戦力としてのペンシルベニアラインをほとんど無力化していた。ウェインがこのラインを再構築しバージニアへの行軍を始めたのは5月になってからだった。この時でもウェインとその部下の兵士の間には不信感が残っていた。ウェインは自分の弾薬と銃剣が必要ない時は鍵をかけて しまっておく必要があった。ウェインは5月19日にはすでに出発の用意ができていたが、隊員の給与が価値が下がった、コンティネンタルドルで払われた後に暴動が再燃する恐れが出てきたので、舞台の出発は1日遅れた。ラファイエット隊とウェインの部隊800名は6月10日に、ラッパハノック側のラクーン渡しで合流した。その数日後、ウィリアム・キャンベルの率いる、 民兵隊鮮明によって、さらに補強された。ジョン・グレーブス・シムコー中佐、シムコーとタールトンの襲撃が成功した後、コーン・ウォリスは、東のリッチモンドとウィリアムズバーグに進攻し、その過程で、ラファイエット隊のことはほとんど無視していた。ラファイエットはその勢力が約四千五百名となり、自信を取り戻していたので、敵軍への接近を始めた。六月二十五日に、 コーンウォリス隊がウィリアムズバーグに到着した時までに、ラファイエット隊は10マイル離れたバード酒場の位置にいた。その日、ラファイエットは、シムコーのクイーンズレンジャーズ隊が、イギリス軍本隊から分かれた、少数勢力であることを知って、騎兵と不評をいくらか送って、シムコー隊の動きを阻止しようとした。その結果で起こった、スペンサー・オーディナリーでの小競り合いは、 両軍が互いに本体と至近距離にあると考えていて起こったものだった。ラファイエット、アーノルド及びフィリップスがバージニアで動いている間に連合軍の指導層、ワシントン将軍とロシャンボー伯爵はその選択肢を検討した。5月6日、コンコルドがボストンに到着し、その2日後にワシントン将軍とロシャンボー伯爵はドバラス伯爵と重要な伝言及び 資金の到着を知らされた。5月23日と24日、ワシントン将軍とロシャンボー伯爵は、コネチカットのウェザーズフィールドで会合を開き、次に、どのような手段を取るかを検討した。彼らはロシャンボーが受けた命令に従い、ロシャンボーがその軍隊をニューポートから、大陸軍の宿営するニューヨークのホワイトプレーンズに移動させることにした。 さらにド・グラス伯爵には可能性がある二つの作戦を説明する伝令を発することにした。ワシントン将軍はニューヨーク市を攻撃するアイディアを好んだが、ロシャンボー伯爵はイギリス軍の防御体制が弱いバージニアで作戦行動を行うことを好んだ。ワシントンからド・グラスに宛てた手紙ではこれら二つの選択肢を説明していた。ロシャンボーは指針でド・グラスに 自分の好みを伝えていた。最終的にロシャンボーは、ド・バラスが命令されてきていた北部への遠征に向かうのではなく、二つの作戦のどちらでも支援できるようにその艦隊を準備しておくように言い含めた。コンコルドは6月20日にニューポートを出港し、ワシントン、ロシャンボーよびド・バラスからの伝言、さらにド・グラスが要請していた水仙人を運んだ。 フランス陸軍は6月にニューポートを離れ、7月7日にニューヨークのドブズフェリーでワシントン軍と合流した。ワシントンとロシャンボーはドグラスからの伝言を待つ間、ニューヨーク市周辺のイギリス軍防御土を視察するたびに出発した。ジャンバティストとロシャンボー白爵ドグラスは西インド諸島でいくらかの成功を収めていた。その軍勢はイギリス艦隊と、 小さな海戦を行った後の6月に、トバゴ島を占領していた。その後は、ドグラスもイギリス海軍のジョージ・ロドニー・提督も、重要な海戦を避けていた。ドグラスが7月16日にキャップ・フランセに到着すると、コンコルドが彼の到着を待っていた。ドグラスは即座にスペインとの交渉に入った。ドグラスは北に向けて出版する意図を伝えたが、そのいない間に、 スペインにその地域を任せることの代償に、11月には戻ってきて、スペインの作戦を支援すると約束した。スペイン側から、フランスの商船と領土を守る約束を取り付けたので、全艦隊である28隻の戦列艦を率いて、北に向かうことができた。この艦隊に加えて、三指紋公爵式で3500名の兵士を乗せており、 ハバナにいるスペインに対しては、ロシャンボーの軍隊に支払うために必要な資金を要請していた。7月28日、ドグラスはコンコルドをニューポートに向けて出版させ、ワシントン、ロシャンボー及びドバラスに8月末までには、チェサピーク湾に到着すること、10月半ばまでには戻る、必要があることを伝えさせた。ドグラスは8月5日にキャップフランセを出港し、 意図的にバハマのあまり使われていない海峡を通ってゆるりと北に向かった。フランス陸軍がニューヨーク市地域に動いたことでクリントン将軍は大いに心配事が増えた。クリントンが押収させたワシントンの手紙には同盟軍がニューヨーク市を攻撃する作戦を立てていることを示唆していた。6月からコーンウォリスに当てて送り続けた手紙には 混乱させ議論を呼ぶような繰りごと提言及び推奨が含まれており、具体的で直接的な命令は数度しかなかった。これらの手紙のいくつかはかなり遅れて、コーン・ウォリスのところに届いており、二人の間の対話を複雑にした。6月11日と15日、明らかにニューヨーク市に対する脅威に反応したクリントンは、コーン・ウォリスに、 ヨークタウンとウィリアムズバーグのどちらかを要塞化し、少しでも余裕のある軍勢をニューヨーク市に戻すよう要請した。コーンウォリスは6月26日にウィリアムズバーグでこれら2通の手紙を受領した。コーンウォリスは儀士にヨークタウンを調べさせ、防御を施しても無駄なことが分かった。コーンウォリスはクリントンに手紙を書き、ポーツマスに移動して、そこで手に入る。 輸送船で部隊を北に送ると伝えた。アンソニー・ウェイン順位賞7月4日、コーン・ウォリスは幅広いジェームズ川を渡り、ポーツマスに降軍するためにジェームズタウンの渡し場に向けて軍隊の移動を始めた。ラファイエットの石膏がこの動きを観察しており、イギリス軍はトカの間に脆弱になるであろうことを認めた。ラファイエットは、 グリーンスプリングプランテーションまで軍隊を前進させ、イギリス軍の後衛部隊のみが渡し場に残っているという情報に基づき、ウェイン将軍の部隊を送り出して7月6日にその後衛を攻撃させた。実際のところ、コーンウォリースは巧妙な罠を仕掛けていた。手荷物とそれを守る部隊いくらかのみを溶かさせ、脱走兵を装った者を派遣して、 ラファイエットに嘘の情報を伝えさせていた。グリーンスプリングの戦いでは、ウェインが巧みにその罠を回避したが、少なからぬ損失を出し、野放二門も失われた。コーンオーリスはその後に川を渡り、軍隊をサフォークまで移動させた。コーンオーリスは再度バージニア中部を襲撃させるために、タールトンを派遣した。タールトンの襲撃は、グリーン将軍の部隊に送られる。 補給物資を途中で抑えられる可能性があるという情報に基づいていた。この襲撃は、タールトンの部隊が4日間で120マイルをかけたものだったが、補給物資はすでに動かされていたので失敗に終わった。この襲撃の間にタールトンの兵士数人が、ギルフォード軍庁舎の戦いでの英雄の一人である、ピーター・フランシスコとコゼリアイを演じたと言われている。 コーンウォリスは、サフォークにいる時に、クリントン将軍の6月20日付の手紙を受け取り、それには乗船させた部隊は、フィラデルフィア攻撃に使うべきと書かれていた。1781年に、ラファイエットのために準備されたフランス軍の地図、ウィリアムズバーグとジェームズタウンの地域及び、ラファイエットとコーンウォリスの動きが描かれている。スペンサー・オーディナリーの位置は、 ル26イ院、グリーンスプリングの位置は、ル6樹へと記されているコーン・ウォリスがポーツマスに到着すると、クリントン命令に従って、部隊の乗船を始めさせた。7月20日、数隻の輸送船がほとんど出版できるまでになっていたが、この時新しい命令が到着し、それは前言を撤回するものだった。クリントンは最も直接的な言葉で、 コーンウォリスが必要と考えるだけの兵士を使って、推進の深い要塞化した港を構築することを命じていた。コーンウォリスは、ポーツマスを調べて、そこが、ヨークタウンよりも適していないことがわかり、クリントンに当てて、ヨークタウンを要塞化するつもりであることを伝える、手紙を書いた。ラファイエットは7月26日に、 コーンウォリスが部隊を乗船させていることを知らされたが、その最終的な目的地に関する情報が欠けており、上陸点となる可能性がある、数地点をカバーするためのミサオ軍を始めた。8月6日、コーンウォリスがヨークタウンに上陸し、そこと、ヨーク川向かいのグロスターポイントの要塞化を始めた、ことを知った。ロドニー提督は、ドグラスが少なくとも、 艦隊の一部を引いて北に向かっていく作戦を考えていると警告されていた。ロドニーは全艦隊を引いていく口実があったが、ドグラスはキャップフランスにいるフランスの商船団を置いていくはずがなく、その艦隊の一部がフランスまで護衛していくとみなしていた。よってロドニーはその艦隊を分け、15隻の戦列艦をサミュエル・フッド提督が引いて、 北に向かわせ、ドグラスを見つけて、ニューヨークに報告するよう命令した。ロドニーはこの時病気であり、残りの艦隊を率いて、イングランドに戻った。フッドは、ドグラスに遅れること5日の8月10日に、アンティグアを出版した。その後海の間、艦船のうちの一隻がはぐれてしまい、死略船に捕まった。フッドは、チェサピーク湾に直行するルートをたどり、 8月25日に到着した時は湾口が空であることを発見した。その後はアーバスノットが去った後のニューヨーク駐在部隊の指揮についていたトマスグレーブス教に会うためにニューヨークに向かった。ジョージ・ワシントン8月14日、ワシントン将軍はドグラスがチェサピーク湾に向かって航海する決断をしたことを知った。翌日しぶながらも ニューヨークを襲撃する考えを放棄し、事態は重要な地点に来ており、決定的な作戦を決める必要がある。私は、ニューヨークを攻撃する考えをすべて諦めることを強いられた、と記していた。フランスアメリカ連合軍は8月19日に南部への移動を始め、その意図をクリントンに知られないようにするためのいくつかの策略を用いた。いくつかの部隊は、 ニュージャージー海岸に沿ったルートを進み、スタテン島攻撃の準備をしているかのように見せるために、宿営地の準備をするよう命じられた。その部隊は最もらしく見せるために上陸用集艇を運んでいた。ワシントンはラファイエットにコーンオリスがノースカロライナに戻らないようにさせる命令を送った。コーンオリスがヨークタウンにこもってしまったことを8月30日まで知らなかった。 二日後に軍隊はフィラデルフィアを通過したが給与が支払われるまでそこに止まると脅した部隊に資金が当てが割れて新たな暴動が回避された。チェサピーク湾の海戦ドバラス帝徳の艦隊は8月25日にニューポートからフランス軍の工場戦兵器を乗せて出発した。イギリス艦隊との遭遇を避けるために慎重に海岸から離れたコースを選んで進んだ。 ドグラスの艦隊はフッドに遅れること5日の8月30日にチェサピーク湾に到着した。コーンウォリスを封じ込めているラファイエットを支援するために即座に艦隊から兵士を降ろし艦船のいくつかをヨーク側とジェームズ側を封鎖するために配置した。ドバラス提督の艦隊が出港したという知らせは8月28日にグレーブス。 クリントン及びフッドが会合していたニューヨークに届いた。ニューポートを守っていたフランス軍がすでにそこにはいなかったので、彼らはニューポートのフランス艦隊に攻撃をかける可能性を検討した。クリントンはこの時もワシントン軍が南に向かっていることを知らずにおり、9月2日になってやっとそのことを知った。ドバラスの出港を知った時に彼らは即座にドグラスの艦隊が チェサピーク湾に向かっているに違いないと判断したが、この時もその戦力を分かってはいなかった。グレーブスは8月31日に19隻の戦列艦を率いてニューヨークを出港した。クリントンはコーンウォリスに当ててワシントンがそちらに向かっており、クリントンは4000名の援軍を派遣するつもりであることを知らせた。オーガスト・クーダーが描いたワシントンとロシャンボー。 ヨークタウン法一戦の指示を与えている。9月5日、イギリス艦隊はチェサピーク湾港に到着し、そこにフランス艦隊が停泊していることを発見した。兵士を上陸させていたドグラスは、急遽イギリス艦隊を迎撃するために秒作を切断し、艦隊を出動させた。チェサピーク湾の海戦では接戦だったが、ドグラスが戦術的な勝利を得た。 この海戦後、両艦隊は数日間南東方向に流れていったが、イギリス艦隊が戦闘を避けたので、両艦隊ともに洋上で艦船の修理を行った。このことは、ド・バラス艦隊の到着をイギリス艦隊が妨害しないようにしむけるド・グラスの明らかな策略の一部だった。チェサピーク湾を目指す艦営が9月9日に指認され、翌日ド・グラス艦隊もその後を追った。 グレーブスは、艦船のうちの一隻を沈船させざるを得なくなり、修繕のために、ニューヨークに戻った。フランス艦隊の、小さな艦船は、フランスアメリカ連合軍を、チェサピーク湾を南下してヨークタウンまで運ぶことを、手伝い、コーンウォリス軍法医毛を完成させた。9月6日、クリントン将軍は、コーンウォリスに当てて、援軍を期待するよう告げる手紙を書いた。 この手紙をコーン・ウォリスが受け取ったのが9月14日であり、バナスター・タールトンが比較的弱いラファイエット部隊を破って脱出することを進めたにもかかわらず、ヨークタウンに泊まって脱出の試みを行わないと決断する要因になった可能性があった。ワシントン・将軍は時価のあるマウント・バーノンで数年ぶりに数日間を過ごした後、9月17日に ヨークタウン郊外の宿営地に到着した。これと同じ日に、ニューヨークのイギリス軍指導層は、作戦会議を開いた。この時、チェサピーク湾の支配を取り戻すまでは、コーンウォリスに援軍を届けられないということでは、合意した。歴史家のリチャード・ケッチャムは、この作戦会議の結論で、コーンウォリスを、風任せにしたと表現している。その1日前、コーンウォリスは、 私は、貴殿たちが直接、この場所に来てくれること以外、私に、有効なことをできないという意見であるという、絶望的な救援依頼を書いていた。コーンウォリスはこの手紙を9月17日に発送する、前に、貴殿たち早急に私を救出できなければ、最悪の事態を知らされることに備える必要があると、付け加えた。包囲戦の前の海軍の動きを示す。 東部海岸の地図ワシントン、ロシャンボー及びドーグラスは、ドグラスの帰還ビルドパリの上で、作戦会議を開き、包囲戦の準備をすることに決した。ドグラスはそのために、わけ2000名の海兵と、大砲数門を提供することに同意した。この会合の時、ドグラスは10月末まで出発を延期させることにも、同意した。ワシントンたちがウィリアムズバーグに戻ると、 イギリス海軍の援軍がニューヨークに到着しており、フランス艦隊が脅かされるかもしれないという噂を聞いた。ドグラスは警戒措置として艦隊を湾の外に出すことを望んだが、ワシントンとロシャンボーからラファイエットを通じて運ばれた探願書でそこに泊まるよう説得された。包囲戦は正式には9月28日に始まった。コーン・ウォリスが グロスターポイントから逃げ出そうとした遅すぎた試みの後、包囲の間が縮められ、連合軍の大砲がイギリス軍宿営地に混乱を生じさせた。10月17日、コーンウォリスは交渉を開始し、その後に降伏した。まさにその日、再度イギリス艦隊が6000名の部隊を乗せてニューヨークを出港していた。この時も合流したフランス艦隊に数で負けており、 最終的には、ニューヨークに戻った。フランス海軍のある士官は、イギリス艦隊が10月29日に出発したことについて、彼らは遅すぎた。鳥は食われてしまったと記していた。さあ、私は、ヨークとグロスターの基地を放棄し、アメリカ、フランス連合軍の戦争捕虜として、配下の部隊を19日付け降伏条件で、 降伏させるということを閣下に告げる悔しさを味わうものです。コーンウォリスからクリントンへ1781年10月20日降伏の交渉は2つの問題で複雑化した。1780年に大陸軍がチャールストンで降伏した時、彼らは軍隊機を維持し、敵の軍楽を演奏するということを含め、降伏の伝統的な条件を認められなかった。 ワシントンはこれらの条件がヨークタウンで降伏したイギリス軍に適用させることを主張し、その交渉人は守備隊がどちらの場合にも勇敢に行動したことを指摘した。二つ目の問題はイギリス軍宿営地にいたロイヤリストの処遇に関することだった。この問題はイギリスのスループカンボネッタがいかなる種類の検閲もなしにコーンウォリスの伝令を乗せて ニューヨークに向かわせるという条件を付け加えることで解決された。逃亡奴隷やロイヤリストが乗船しているかもしれないというアメリカ側の疑念があったが、艦内捜索は妨げられることになった。イギリス軍守備隊は10月19日にその陣地から更新して出てきた時、その軍隊機は箱に入れられ、おそらくイギリスの音楽、世界がひっくり返ったを演奏していた。 コーンウォリスは病気だと主張して儀式には参列せず、副官の大原将軍にその剣を届けさせた。大原は、まずそれを、フランス軍の士官に渡そうとしたが、ワシントンの士官の一人であるベンジャミン・リンカーンに渡すよう指示された。リンカーンは、チャールストンで敗北を喫した時の指揮官だった。リンカーンは差し出された剣を短時間保持し、その後に、大原に返した。 幸福の儀式を描いたフランスの藩がその後の数週間イギリス兵は護衛されてバージニアとメリーランドの宿営地に移動したコーンウォリスなどの士官は仮釈放でニューヨークに戻されイングランドに戻ることを許された1781年12月にコーンウォリスが乗船した船にはベネディクト・アーノルドとその家族も運んでいた包囲戦を支えた 地元民兵は軍務から解放された。大陸軍部隊のいくつかはニューヨーク地域に戻り、ワシントンが終戦までそこのイギリス軍との対峙を続けた。他の部隊は両カロライナにおけるグリーン将軍の作戦を助けるために南に向かった。給与と待遇の問題は戦争が終わるまで続いたが、ワシントンはそれ以上の戦闘を行わなかった。 ドグラスと共に来たフランス軍は、ド・バラス艦隊と共に11月初旬に、乗船しにシンド諸島に向かった。ドグラスにシンド諸島ではイギリスが保持していた多くの標的を再占領し、ジャマイカ攻撃のために、スペイン艦隊との合流に備えていたが、ロドニー帝督が1782年4月のセインズの海戦でドグラスとその機関を捕獲した。ロシャンボー将軍の陸軍は、 バージニアで冬季宿へに入り、翌年夏にロードアイランドに戻った。ワシントン将軍の副艦店地、ティルマン中尉が大陸会議に戦勝の知らせを届けるために派遣された。10月22日にフィラデルフィアに到着したが、彼よりも前にボルティモアから発せられた第一報で降伏の知らせが届いたのよりも二日遅れていた。その知らせは、 大陸会議と大衆を狂気させた。教会の金が鳴らされ、自由の金も鳴らされた。このような行動はその知らせが、植民地中に届けられる度に繰り返された。大陸会議大議員数人が、ワシントン将軍に、コンゴリス将軍を逮捕して、公主刑にすることを要求する決議案を提案した。数日間続いた、議論の後、その案は投票で否決された。 その知らせは、イギリス軍が占領していたニューヨーク市をもに包ませた。最初は、会議的だったが、最終的に10月27日に確認された。それでも、クリントンの救援活動の知らせを待っていたが、虚しかった。クリントンは、ロンドンに召喚され、1782年3月に、ニューヨーク市を離れた。その個人には、ガイ・カールトンが指名されたが、 攻撃的な活動は中断するよう命令された。ノース教、フレデリック・ノース、イギリス首相知らせは11月25日に、ロンドンに届いた。ジョージ・ジャーメイン教は、フレデリック・ノースイギリス首相にその知らせをもたらした、時の反応を、彼は胸にボールを飲み込んだかのようだった。驚いたように両腕を大きく広げ、数分間はアパートを行ったり来たりしながら、狼よ。 すべては終わったと叫んだと表現した。国王ジョージ三世は冷静に遺言を保って、その知らせを受けたと伝えられているが、その知らせが浸透するにつれて、落ち込むようになり、大意まで考えたと言われる。議会における国王の支持者たちも落ち込み、反対派は息を上げた。戦争を終わらせることを要求する決議案が12月12日に、 上帝され、一回の投票で否決された。ジャーメイン教は1782年初期に解任され、ノース内閣も、その後間もなく辞職した。その後には、和平交渉が始まり、アメリカ独立戦争は1783年9月3日に、調印されたパリ条約で正式に終わった。コーンウォーリス将軍は降伏した、指揮官であったにもかかわらず、 その敗北で避難されなかった。ロンドンに戻った時は暖かく迎えられ、ある著作家などは、コーンゴリス教の軍隊は、売られたという大衆の感情を記した。クリントン将軍は、その生涯の残りを通じてその評判を守ることに、費やした。彼は、反乱軍に笑われ、イギリスには軽蔑され、ロイヤリストには呪われた。1783年、北。 アメリカにおける1781年作戦の記述を出版し、その中で1781年作戦失敗の攻めをコーン・ウォリス将軍に負わせようとした。これにはコーン・ウォリスによる公開反論が行われ、コーン・ウォリスに向けられた非難をそのままクリントンに返した。公開された激しい討論の中には彼らが交わした書状の多くの出版も含まれていた。 グレーブス提督もドグラス提督に敗北した攻めを問われなかった。最終的には海軍大将まで昇進し貴族に列せられた。しかし、チェサピーク湾の海戦に関する多くの観点は戦闘直後から当時もその後も議論の対象になってきた。9月6日、グレーブス提督は信号が混乱して使われたことを正当化する覚書を発行した。 その中には、戦列を組んで前進という信号は同時に出た。戦闘信号で打ち消された。戦闘信号は、戦列を組んで前進という信号に厳密に固執された場合には無効になると理解されるべきではない。と記されていた。フッドは、彼の写しの裏に記したコメントで、これは戦列を乱した敵と戦える、可能性を排除するものである。なぜならそれは、 イギリス艦隊の戦列も乱されることになるからであると主張していた。その代わりにイギリス艦隊は開戦時の重要な時点を利用するためにできる限り密集しているべきだったと述べた。フッドを批判して彼は心底からその上官を助けなかったのであり、部下は敵と対戦するときは最善を尽くさなければ軍法会議にかけられるべきだと評する者もいた。 ロシャンボー伯爵は、パリにあててその知らせをもたらす二人の死者を派遣した。このことは、フランスの軍隊政治の中では、異常な結末を生んだ。包囲戦の間に頭角を表していたデュック・ド・ローザンとドゥー・ポンテ伯爵の二人が、別々の船で知らせを持って出発した。ドゥー・ポンテには、フランス海軍省カストリー公爵のお気に入りである、シャルラス伯爵が同行した。 シャルラスについては、ローザンが政治的な理由で自分の代わりに派遣するようロシャンボーに勧めた人物だった。フランス国王ルイ16世とその閣僚は温かく、その知らせを迎えたが、カストリー公爵と礼遇された、シャルラスは、ローザンとロシャンボーがその成功に対する報奨を受け取ることを否定するか、遅らせられるようにした。ドゥーポンテは、 三類勲章と連隊長の任務を与えられた。フランス海軍省カストリー公爵は、作戦が始まる前に、重要な戦略的判断を下していた。歴史家のジョンパンケークはこの作戦の後半のことを、イギリスの失敗だと表現し、連合軍の作戦は、時計のような正確さで進行したとも記している。海軍医師家ジョナサンダルは、 ドグラスの1781年作戦、すなわちヨークタウンに加えて、ドバゴの占領やスペインによるペンサコーラ包囲戦に貢献したことを含め、小ネ時代の海軍作戦で最も完全に遂行されたものと表現している。また、イギリスによる1759年の奇跡の年にも匹敵するとしている。さらに、下記のようなかなりの数の個々の決断が時には、 命令や以前の合意事項に反する場合もあったが、この作戦の成功に貢献したとも述べている。フランスのモンノーリンとベルジェンヌ閣大臣が戦争を終わらせるために北アメリカで決定的な行動が必要であることをフランス指導層に確信させたことフランス海軍医カストリーがド・グラスにこの作戦を支援するために 相当な自由度を与える命令を書いたことスペイン領、ルイジアナ総督、ベルナルド・デ・ガルベスが、ドグラスが、西インド諸島にいたフランス軍の大半を率いて、北に向かった時に、フランス領を守るスペインの艦船と軍隊を、利用させたことスペイン領キューバの役人、フランシスコ・サーベドラが、ドグラスの北行を可能にする、意思決断に協力したことロシャンボー将軍とシュバリエ、ルザーンが、 ド・グラスにチェサピーク湾に向かうよう促したことド・バラス提督がニューファンドランド島沖で展開する作戦命令に違反しフランス軍のヨークタウン包囲部隊を折りよく輸送することを可能にしたことジョージ・ワシントンがニューヨークを攻撃しないことに決めその代わりに危険性のあるバージニアへの行軍を始めさせたことド・グラス提督が チェサピーク湾にいることの重要性を理解し、予定以上にそこに止まることに同意したことドグラスがスペインと交渉してその艦隊を利用し、小船隊を西インド諸島に止めておくようにしたことについて、イギリス海軍のトマス・ホワイト大佐は1781年作戦に関する1830年の解析で、イギリス政府が決断するか、 イギリスの提督がそのような手段を採用しておれば事態は変わっていたであろうし他方は失敗したであろう。彼らが成功し我々が失敗したことに何の不思議もないと記した。この作戦の中で起こった事件を記念する主要な地点は植民地国立歴史公園にあるアメリカ合衆国国立公園局が管理している。ヨークタウンの戦場跡に加え フランス艦隊のドグラスが勝利したことを記念する、ケープヘンリー記念碑も入っている。ありがとうございます。